お前にやられたトラウマ、そんなもんあるわけねえだろ。大事なのはこれからであり今だ。俺は前しか見てないから。ヘビ級のトーナメント、ニジャパンカップ、そんなの関係ねえ。今日はこの俺、ジュニアの俺が試合決めてやる。そう、でもその気持ちが空回りしちまった。先輩方のケイオスの先輩方のアシストもものにできなかった。それが今の俺の実力だ。まだ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 、よく言えば伸びしろがある。でも悪く言えばまだまだレベルが低いってことだよ。明日は愛媛だろ。俺の地元だ、見とけよ。あーしょ、試合には勝ったか。今日完全に後藤に押し切られたな。それにしてもなんだあれ、牛殺しか。聞くなの技、いい技だな後藤、いい技持ってんな。牛殺しか、担いでこうか、面白い技だな。普段はちんぷんかんぷんなこと言ってっけど、さすが後藤、リング上は間違いねえな。名古屋の前に明日愛媛でも当たるからよ。おい、今日やられた分何倍にもして返してやるからな。これ残念ながら今年のニュージャパンカップはエントリーされず。まあそれはそうだよな、去年のニュージャパンカップエントリーされて俺は結果すら残してないからな。まああとは翔、お前だよ。お前だけじゃないんだなあ、言っとくけどな、 IWGP ジュニアのベルトを狙ってんのは俺も一緒なんだよ。まだ諦めてねえぞ俺は。なあ、いいか、必ずまたたどり着いてやるよ。2015年11月以来の新日本プロレス福知山大会。前回俺は右耳の耳たぶの負傷で欠場、つまりここ福知山では今日が初めてのロス・インゴベルナープレスでハポンだったわけですが、勝利したもののほとんど見せ場もなく終わっちまったよ。大田区大会での高木、昨日の岡山大会での真田、そして今日福知山大会での武士。もしかしたら今ロス・インゴベルナープレスでハポンの中で一番後ろを走ってるのは俺かもしれないね。その状況が嬉しくもあり、そして悔しくもあり、まあでもこの状況俺なりに楽しませていただくぜ、カブラン。